これより令和2年の自転車活用推進功労者表彰式を開催させていただきます。団体等の表彰を受けられる宇都宮ブリッツェン様はサイクルロードレースチームとしてご活躍されるのみならず、自転車安全教室等を通じて地域の交通事故減少に大きく貢献されるなど、他のプロサイクルチームのモデルケースとしてご活躍をいただいております。自転車文化が全国各地津々浦々に広がることを心から期待をし、また引き続きのご協力をお願いするしたいと思います。宇都宮ブリッツェン様、表彰状、宇都宮ブリッツェン様。いい団体は自転車の活用の推進に関し尽力され、その功績は誠に顕著なものがあります。よってその功績を表彰します。令和2年7月17日自転車活用推進本部長、赤羽剛。今回、交通安全教室、累計5万人、突破ということを、経て、今回のこの表彰を、していただくことに、つながったんですけれども、主に栃木県内中心なんですけれども、自転車の有効活用、より安全に、より楽しく、地域の皆さんの、足として、より有効に活用されるよう な, こうなんですか基盤作りを、今までやってきた結果、このような賞を、頂戴したと思っているので、これからも、これは本当に5万人というのは、ただの通過点に過ぎないと思いますし、これから、より一層、地域のためにですね、還元して、こういった活動も続けていかなきゃいけないなと思っているところであります。ようやくですね、J プロツアーも7月23日から開幕しますし、コロナウイルスが完全になくなったわけではないんですけれども、うまくこう共存しながら、戦っていってですね、一つでも多くまた優勝する姿を、皆さんのところに元にお届けして、また明るい社会を作っていく手助けができたらなというふうに思ってますね。なので次のレース、群馬、その次はですね、宇都宮が待ってるので、群馬、宇都宮と、いい形で優勝できるように、チーム一丸となって頑張っていきたいと思います。